北、大西洋条約機構。北、大西洋条約機構は、北、大西洋条約に基づき、アメリカ合衆国を中心とした北アメリカ、イコール、アメリカとカナダ及び、ヨーロッパ諸国によって結成されたこと同盟である。29カ国が加盟し、日本など、非加盟国とも協力関係にある。前身は、ブリュッセル条約、1948年。 ベルギー州とブリュッセルに本部を置く。略称は、当時語が用いられ、英語圏では、お略したナトーネイトーと呼ばれ、日本やドイツ語圏では、ナトーフランス語圏、スペイン語圏、ポルトガル語圏等ではオタン、オタンと呼ばれる。第二次世界大戦が終わり、東欧影響圏においた、共産主義のソビエト連邦との冷戦が、激しさを増す中で、 イギリスやアメリカが主体となり、1949年4月4日、締結の北、大西洋条約により誕生した。結成当初は、ソ連を中心とする共産権、東側諸国に対抗するための西側陣営の多国間軍事同盟であり、アメリカを引き込み、ロシアを締め出し、ドイツを抑え込む、反共主義と封じ込めと、う、ヘースティングスイス名初代事務総長の言葉が、 象徴するように、ヨーロッパ諸国を長年にわたって悩ませた、ドイツ問題に対する一つの回答でもあった。加盟国は、集団的安全保障体制構築に加えて、いきないいずれかの国が攻撃された場合、共同で応戦、参戦する集団的自衛権発動の義務を負っている。当初はアメリカなどの一部で、ドイツの徹底した脱工業化、非な地化が構想されていた。 もう原プランも参照。また、連合軍占領下ではドイツは武装解除され、小規模な国境警備隊や、機雷創海底部隊以外の国軍を持つことは許されず、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4カ国が治安に責任を担っていた。しかし、冷戦の開始とともに、西ドイツ経済の復興が求められ、主権回復後の1950年には、西ドイツ、 ドイツ連邦共和国の再軍備検討も解禁された。西ドイツは新たなドイツ連邦軍の創設と NATO への加盟の準備を始めたが、フランスなどはドイツ再軍備と NATO 加盟に反対し、欧州防衛共同体構想で対抗した。この構想は1952年に西ドイツを含む西欧各国間で調印されたが、ドゴール主義者たちの反対により、 フランス議会で否決され、批准に至らなかった。この結果、フランスもドイツ再軍備を認め、ドイツ連邦軍が1955年11月12日に誕生し、西ドイツは NATO に加盟した。一方、この事態を受けて、ソ連を中心とする東側8カ国は、ワルシャワ条約を示して、ワルシャワ条約機構を発足させ、ヨーロッパは少数の中立国を除き、 二つの軍事同盟によって分割されることとなった。1949年から1954年までパウル・ハンゼーラントがベルギー政府と NATO 双方の経済顧問を務めた。第二次世界大戦から冷戦を通じて西欧諸国は NATO の枠組みによってアメリカの強い影響下に置かれることとなったが、それは西欧諸国の望んだことでもあった。 二度の世界大戦による甚大な被害と、1960年代にかけての主要植民地の独立による帝国主義の崩壊により、それぞれの西欧諸国は大きく弱体化した。そのため各国は、アメリカの核抑止力と強大な通常兵力による実質的な庇護のもと、安定した経済成長を遂げる道を持とうとした。東側との直接戦争に向け、 アメリカによって各兵器搭載可能の中距離弾道ミサイルが西欧諸国に配備されアメリカ製兵器が各国に供給されたニュークリアシェアリング。途中、フランスは米英と外交保障がずれ独自戦略の路線に踏み切って1966年に軍事機構から離脱。そのため、1967年に NATO 本部がフランス首都パリからブリュッセルに移転した。 一方、戦闘機などの航空兵器分野では、開発費増大も伴って、欧州各国が共同で開発することが増えたが、これも、NATO 同盟の枠組みが貢献している。航空製造企業エアバス誕生も、NATO の枠組みによって、西欧の一員となった西ドイツとフランスの密月関係が生んだものと言える。西欧は、 アメリカの庇護を利用することによって、ソ連をはじめとする東欧の軍事的な脅威から国を守ることに成功した。冷戦の名の通り、欧州を舞台とした三度目の大戦は阻止された。つまり、ナトウは冷戦期間中を通じ、実戦を経験することはなかった。百八十九年のマルタ会談で冷戦が終焉し、続く東欧革命と年の ワルシャワ条約機構解体、ソ連崩壊により NATO は大きな転機を迎え、新たな存在意義を模索する必要性に迫られた。1991年に新戦略概念を策定し、脅威対象として周辺地域における紛争を挙げ、域外地域における紛争予防及び危機管理、非補助任務に重点を移した。また域外紛争に対応する全欧州。 安保協力機構、OSCE、東欧諸国と軍事、安全保障について協議する北、大西洋協力協議会、NAC を発足させた。1992年に勃発した、ボスニア・ヘルツェゴビナにおける内戦では、初めてこの項目が適用され、1995年より、軍事的な介入と国際連合による停戦監視に参加した。 続いて1999年のコソボ紛争では、セルビアに対し、NATO 初の軍事行動となった空爆を行い、アメリカ主導で行われた印象を国際社会に与えた。一方で、ソ連の崩壊により、ソ連の影響権に置かれていた東欧諸国が、相次いで NATO 及び欧州連合、EU への加盟を申請し、西欧世界の外交的勝利を誇示したが、 拡大をめぐる問題も発生した。旧東側諸国の多くがソ連の支配を逃れて NATO 加盟を希望する一方、ソ連崩壊より誕生したロシア連邦は国力を回復するとともに NATO 東方拡大に警戒、反発を表明しているためである。1994年、平和のためのパートナーシップ、PFP によって東欧諸国との軍事協力関係が進展。 1999年に3カ国、ポーランド、チェコ、ハンガリー、2004年に7カ国、スロバキア、ルーマニア、ブルガリア、旧ソ連バルト3国及び、旧ユーゴスラビア連邦のうちスロベニア、2009年に2カ国、アルバニアと旧ユーゴスラビア連邦のクロアチアが加盟。2017年には、旧ユーゴスラビア連邦のモンテネグロが続いた。こうして、 旧ワルシャワ条約機構加盟国としては、バルト三国を除く旧ソ連各国、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、モルドバなどを残し、他はすべて NATO に引き込まれた。ロシアがクリミア危機、ウクライナ東部紛争などで見られるように、東欧、北欧諸国に対して威嚇や挑発を強めているため、新冷戦参照、他の国々にも NATO 加盟を模索する動きがある。 政府が NATO 加盟を希望する国としては、ウクライナ、ジョージア、旧ユーゴスラビア連邦のマケドニア共和国がある。スウェーデンやフィンランドでも NATO 加盟を求める世論が台頭している。両国は NATO の軍事演習に参加している。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件への対応については、10月2日に北大西洋条約第5条を発動し、 共同組織としては行動しなかったものの、アフガニスタン攻撃、アフガン侵攻、イスラム武装勢力タリバンをアフガン政府から追放した作戦やアメリカ本土、防空、領空通過許可等の支援を実施している。その後の対テロ戦争には賛同しつつも、各国が自主的に参戦するに止め、新生アフガン軍の訓練に、NATO の共感が参加することで協力した。しかし、 2003年のイラック戦争にはフランスとドイツが強硬に反対したために足並みは乱れアメリカに追従するポーランドなど東欧の新加盟国と独仏など旧加盟国に内部分裂した2005年にはアフガニスタンでの軍事行動に関する権限の一部がイラク戦争で疲弊したアメリカ軍から NATO に移譲され NATO 軍は初の地上軍による作戦を行うに至った 2006年7月にはアフガンでの権限をすべて移譲され、NATO 加盟国以外を含む多国籍軍である国際治安支援部隊イサフを率いることとなった。2000年代後半に入り、アメリカが推進する東欧ミサイル防衛問題やロシアの隣国であるジョージア、ウクライナが NATO 加盟を目指していることに対し、経済が復興して、 プーチン政権下で大国の復権を歌っていたロシアは強い反発を示すようになった。2008年8月にはグルジア紛争が勃発、NATO 諸国とロシアの関係は険悪化し、新冷戦と呼ばれるようになった。ロシアは2002年に設置された NATO ロシア理事会により順化明国的存在であったが、2008年8月の時点では NATO との関係断絶も示唆していた。だが、 2009年3月には関係を修復した。しかしロシアは、ウクライナ、ジョージアの NATO 加盟は断固阻止する構えを見せており、ロシアのウラジーミル・プーチン首相は、もし2008年の NATO、ロシアサミットで、ウクライナが NATO に化する場合、ロシアは、ウクライナ東部、ロシア人住民が多いと、クリミア半島を併合するためにウクライナと戦争をする用意があると公然と述べた。そして、 プーチンの言葉通り、ウクライナにおいて、親欧米政権が誕生したのを機に、クリミア半島及び、ウクライナ東部で、ロシアが軍事介入を行い、ウクライナ東部では紛争となっている、クリミア機、ウクライナ東部紛争。2018年7月11日、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領は、ナトウ総長との朝食会の場で、 ドイツなどに対して軍事費負担の少なさについて不満を展開。こんな不適なことに我慢していくつもりはないと主張した。NATO が介入したのはボスニア・ヘルゼゴビナ紛争、コソボ紛争、マケドニア紛争、アフガニスタン紛争2001年対2011年リビア内戦である。2011年リビア内戦においては2011年3月17日に リビア上空の飛行禁止区域を設定した国連アンポリの国際連合安全保障理事会決議1973が採択されたにもかかわらず3月19日より NATO 軍が空爆を開始し反体制派のリビア国民評議会を支援リビアが崩壊する最大の要因となった冷戦時代にはかつての列強であった 日米欧の三極が西側陣営の主軸を構成していた。日米や欧米の関係が緊密なものだったのに比べ、地理的、歴史的な要因もあって、日欧の連携は比較的素なものであった。それでも自衛隊では、在日米軍が使用する武器、弾薬の相互運用性を確保するために、小銃のナトウ弾を使用しているほか、兵器に様々なナトウとの共通規格を採用している。 近年では2005年に NATO 事務総長が訪日、また2007年には安倍晋三首相が欧州歴法の一環として NATO 本部を訪問しており、人的交流の面でも新たな関係が構築され始めている。この時安倍首相が来賓として演説を行った北大西洋理事会 NAC では、それに続く NATO 加盟各国の代表との会談の 中で主要国がのきなみ日本との緊密な協力関係を構築することにサインを表したとが注目された。これ以降、ナックの下部組織である政治委員会と自衛隊との非公式な協議が開催されたり、ローマにあるナト o 国防大学の上級コースへ自衛官が留学するようになったり、ナト o の災害派遣演習へ自衛官がオブザーバーとしての参加するようになったり、 実務レベルでの提携も行われるようになった。2014年5月6日にも安倍首相が欧州歴法の際に NATO のラスムセン事務総長と会談。海賊対策のための NATO の訓練に自衛隊が参加することや国際平和協力活動に参加した経験を持つ日本政府の正職員を NATO 本部に派遣することなどで合意。さらに日本と NATO との間で 具体的な協力項目を掲げた国別パートナーシップ協力計画 IPCP に署名した。また NATO はアフガニスタンにおける活動の中で現地の日本大使館が行っている人道支援や復興活動に注目しており、軍閥の武装解除を進める武装解除、動員解除、社会復帰プログラム DDR の指導者的立場にある日本との連携を 模索している。さらには、日本を NATO に加盟させようとする動きもある。これは NATO を北、大西洋地域に限定せずに、世界規模の気候に発展させた上で、日本の他オーストラリア、シンガポール、インド、イスラエルを加盟させるべきだという意見である。ルドルフ・ジュリアーニ原ニューヨーク市長、ブルッキングス研究所のアイボ・ダールダーシニアフェローなどが提唱している。 2018年5月、北、大西洋理事会は、ブリュッセルのザイベルギー日本大使館に、NATO 日本政府代表部を開設することに同意。2018年7月1日、NATO 日本政府代表部を開設した。2008年10月時点、日本政府はアフガニスタンで、国際治安支援部隊、イサフを展開する NATO に対し財政支援を行っており、NATO イサフ側は、 広報センターを通じて、この事実をファクトシートの形公表している。日本の対 NATO 協力の変遷は次の通り。NATO のアフガニスタンでの活動に対する日本の財政支援は、政府の草の根無償、人間の安全保障資金協力、ギャグップスキームの範囲内で行われている。2008年10月2日、現在、日本政府は、 ヤグップの方針に従い29のプロジェクト支援を実施しており、その総額はおよそ260万ドルに及んでいる。NATO によれば、政府はさらに39のプロジェクトへの追加資金協力を検討しているという。2017年時点で29カ国。NATO は加盟国以外にも様々なパートナーシップ協定を非加盟国との間に締結しており、 多くの国と協力関係や友好関係を築いている。まず1994年には平和のためのパートナーシップが、NATO 諸国と旧ソビエト連邦諸国、旧ユーゴスラビア諸国、欧州の中立国との間に締結され、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、セルビア、 タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モルドバ、ロシアの21カ国が加盟している。これら21カ国と、NATO 加盟29カ国、合わせて50カ国によって、E プック、欧州、大西洋、パートナーシップ理事会が設立され、政治上、安全保障上の問題について、会合を開いている。この ヨーロッパ、旧ソ連の諸国とは、加盟のための行動計画、MAP や、個別的パートナーシップ行動計画、IPOP なども締結されている。北、アフリカや中東諸国に対しては1994年に、地中海帯は、メディカーニアンダイアログを締結し、NATO 諸国と、アルジェリア、エジプト、イスラエル、ヨルダン、モーリタニア、モロッコ、チュニジアの7カ国との間で、 協力体制を築いている。同様に、ペルシャ湾岸地域に対しても2004年に、イスタンブール協力イニシアティブ、ICI を提唱し、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦の湾岸4カ国と協力体制をとっている。この他にも、個別の協力関係が、日本やオーストラリア、ニュージーランドなどと結ばれている。 NATO には超国家的な中央機構は存在しておらず、その名手は各加盟国の政府それぞれであり、各国政府の権利は平等とされている。そのため、中央機関であり、加盟国の政府代表が参加する北、大西洋理事会、ナックにおいては、あらゆる議案が全会一致によって承認、決定されている。多数決の制度は採用されていない。 理事会では NATO が抱えるあらゆる問題が協議され、各加盟国からの代表によって週1回行われる常設理事会と関例常年2回行われる外省、国防省など閣僚クラスの理事会、さらに臨時で行われる首脳会合などによって意思決定が行われる。この席上において NATO 事務総長は理事会の実施する各種会議の議長としての役職を担い、 事務総局はその補佐を行う。また一時期フランスが NATO 軍事機構からの脱退及びその理由として挙げられたアメリカ主導による軍事計画の進行という自由から特に軍事関係の意思決定は理事会ではなく各国の国防当たり大臣により構成される防衛計画委員会によって行われる。また核問題に関しては専門の 各計画グループも存在しており、各に関連する項目に関しては、理事会と同等の権限が付与されている。これら理事会、防衛計画委員会の下にはさらに、この2つの組織を支援するための常設委員会が設置されており、また必要に合わせて、臨時の委員会も設置が可能となっている。軍事機構に関しては、軍事委員会が、 理事会と防衛計画委員会の決定の下で、NATO 軍の各級司令部を統制する。この軍事委員会は、任期制の委員長と、各加盟国軍の参謀総長クラスの召喚によってなされ、下部組織として加盟国の対象、中将により構成される、常設軍事代表委員会、各国軍の派遣幕僚による国際参謀部が付設されている。 当初は軍事計画の立案を実施する常設グループワシントンに設置と地域計画グループ各地域に設置のみが設置されており本格的な軍事機構が設置されるのは旧西ドイツが加盟抵抗であった軍事機構の成立後 NATO の各旧司令部は外して欧州方面とアメリカ方面とに分かれておりその組織機構の大半は欧州に集中している これらの組織は地域レベルの司令部や特定種類の部隊、集団の統括組織としての役割を持つが、平時において下部組織に対しては査察権限のみを有し、指揮統制権は戦時にのみ発生するものとされている。ただし、航空関係の各部隊は即応性を求められることもあり、その大半がすでに各級司令部の指揮下に収められている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。